マグダラのマリアアムステルダム国立美術館像、ヤンファンスコーレルは、オランダの画家、イタリアルネサンスをオランダへ紹介した、アルクマール北部のスコールル出身。彼が、ユトレヒトのヤンホッサールとのもとか、アムステルダムのヤーコプ・コルネリスツのもとで絵を学び出したかどうかは知られていない。しかし、彼がこれらの偉大な師匠と出会い、彼の技術に大いなる影響を受けたのは確かである。 スコーレルは20代前半にヨーロッパ諸国を旅して回る。はじめはニュルンベルクでアルブレヒト・デューラーに会い、その影響を受け、1520年には出世作であるオーストリアのオーバン・フェラホハー村にある聖マルティヌス教会のシッピナーアルターを仕上げた。ジョルジョーネからはベネツィア滞在中に大きな影響を受けた。その後、聖地エルサレムへ巡礼に向かった。 彼の聖地での体験が彼の後の作品の多くに描かれた。1522年、スコーレルはオランダ出身のローマ教皇ハドリアヌス6世にローマに招聘され教皇庁の画家に任命された。彼は教皇の肖像画を描いている。スコーレルはミケランジェロとラファエロ・サンティの影響を受け、ラファエロを継いでベルベデーレの中庭の教皇コレクションの管理人になった。 1524年にオランダに帰国し、彼は画家、教師として成功を収めた。彼は非常に良い教育を受けており、技師、建築家としての腕も持っていた。また彼は数カ国語を操ったといい、これは彼の外国旅行のおかげであることは疑いもない。1562年、スコーレルは肖像画と祭壇画という財産を残して、 ユトレヒトで死んだ。彼の多くの作品は、1566年の製造破壊運動の犠牲となり、数点がその参加を逃れ、現在オランダ国内の美術館で見ることができる。ありがとうございます。